社会生物学は、生物の社会行動が、自然選択の下で、どのように進化してきたか、行動の進化的機能を扱う生物学の一、分野である。エドワード・オズボーン・ウィルソンの社会生物学によって創始されたが、いわゆる社会生物学論争に巻き込まれたため、社会生物学の名称を忌避して、行動生態学などの名前を用いる研究者も多い。遺伝子の視点から、 生物の行動を数学的に解析し、構築された仮説は、実験やフィールドワークによって検証される。研究手法は、集団遺伝学に基づいているが、動物の社会行動を進化的に論じることを可能にする理論とともに、発展したため、動物行動学とも密接な関わりを持つ。行動生態学、進化生態学などの言葉もあるが、本校では同じものとして扱う。 定義については以降の定義の節を参照のこと。一部の研究者は行動に関わる遺伝子の特定や分子メカニズムに注目し、隣接領域として分子行動学、行動遺伝学を形成しつつある。また、分子生態学とも密接に関連する。周囲の環境に適応しているものが生き残り、適応していないものは淘汰されるという過程によって、 生物の進化が起こるというチャールズ・ダーウィンの自然選択説に基づく進化論は生物学を始めたの学問分野にも大きな影響を与えた。ところが個体を単位とする自然選択説では説明が難しい動物の行動が広く存在している。例えばミツバチでは女王バチが産んだ卵から成長したメスバチは自分では卵を産むことなく女王を助けて 自分の妹たちの世話を焼いて一生を過ごす。つまり自分の繁殖の機会を捨てて女王の繁殖を助ける。またシマウマの群れでは見張り役がいてライオンの接近を鳴き声や身振りで群れに知らせるという。そのような目立つ行動を取ることはまず敵の注意を引くので危険であると考えられる。それに敵を見つけたら黙って逃げ出した方が早く逃れられるし。 他の仲間を身代わりにすることもできるであろうとも思われる。このように自分を犠牲にして他者を助ける行動を利他的行動と呼び、その例は多い。このような行動を説明するのにまず提唱されたのが群選択説であった。これは生物個体の行動は群れや種の利益を最大化するようにできており、生存競争は群れの間で起きると考えられた。この説明は 種の保存のためというフレーズとともに、利他行動の説明として受け入れやすかったため広まった。しかしこの説では、どうやって自己を犠牲に死守全体の利益を図る性質が受け継がれていくかを厳密には説明できなかった。すなわち利他的行動をとる個体の集団の中に、突然変異や他の群れからの移住によって、利己的な個体が発生したと仮定する。例えば見張りをしても、 敵の接近を仲間に知らせないで逃げる個体が出現するというようなことである。もしそうなれば、そのような個体の方が死亡率は低くなるだろうから、自然選択の結果、真っ先に逃げるような形質が残るはずである。働き鉢の例はそれより深刻で、働き鉢はそもそも繁殖をしない。親が繁殖をして、親の形質が伝わった子孫が残るのが自然選択の前提なので、 この場合、その前提が成立しない。繁殖をしないのだから、その形質を持つ子孫が残るはずがないのである。ダーウィン自身はこの問題に、アリア8の場合は、家族単位で選択が働くのだろうと答え、後の議論の先取りをしていたが、そのメカニズムを説明することができなかった、ためば当たり的な説明だと批判を受けた。1964年、イギリスの生物学者、 ウィリアム・ドナルド・ハミルトンが血縁棟汰説を発表する。一般にこの説が発表された時点が社会生物学の始まりと考えられている。社会生物学という分野の名称はこの血縁棟汰説などを援用して書かれたエドワード・オズボーン・ウィルソンの社会生物学によって広く認知されるようになった。血縁棟汰説はまず自然選択で選択されるのは個体ではなく、 遺伝子のもたらす表現型であるということを明らかにすることから始まる。そして自然選択を遺伝子の側から見直したのである。自分の子を残すということは自分の遺伝子を残すということである。これを遺伝子の側から見れば自分と同じ遺伝子が入った個体が残るという言い方になるだろう。つまりある遺伝子が表す表現型が 例えば退職が目立たなくて敵に見つからないなど、結果としてその遺伝子を持つ個体を増やすように働くなら、その遺伝子は自然選択によって残ることになる。遺伝子には行動に影響を与えるものもあるだろう。その場合、行動も他の形質と同じく自然選択を受ける表現型として捉えられる。そこで遺伝子をより多く残すにはどうすればいいか 人間と同じ繁殖様式の動物では、親から見れば、子供には自分の半分の遺伝子が入っている。これを遺伝子側から見ると、親にある意の遺伝子が、その子に含まれる確率は2分の1である。兄弟ではどうかというと、兄弟間で片方の持つ意の遺伝子がもう片方に含まれる。確率は、親子間、同様2分の1である。 そうすると自分の持つ遺伝子を後世に残す方法として子を産まなくても兄弟を増やせばいいという選択も成り立つ。今、ここに自分は生殖に参加せず母親を助けて兄弟を育てるという行動を取らせる遺伝子があったとする。そしてその行動を取ることによってもし自分が単独で繁殖した場合に手に入る子孫以上の兄弟が手に入るとしたら この遺伝子は兄弟を通じて自然選択に勝つことができる。これは遺伝子がそのように振る舞うという意味ではなく、より効率的な行動や形質を司る遺伝子が自然淘汰によってそのような行動や形質をもたらさない対立遺伝子よりも数を増していくだろうということである。これが血縁淘汰説の概要である。この説は 社会性昆虫の批判殖階級を説明できるだけでなく自然選択において選択される単位が遺伝子であることを明かしたことで進化生物学の研究全般に大きな方向を示し動物に広く見られる利他行動をはじめとした社会的な形質や行動の進化を説明可能にした百七十三年イギリスの生物学者ジョン・メナード・スミスは この血縁等多説にゲーム理論を導入した ESS 理論を発表した。これは社会行動のようにある行動や形質の利益が他の個体の行動や他の形質によって決まり唯一の最適解がない場合に適用できる。例えば働き鉢の例に当てはめてみる。外敵に襲われた時自身のハリにより攻撃を加える行動利他的行動を行う鉢は もし攻撃が失敗し外敵の排除に失敗した場合、自身も死に自分の属する女王蜂の生存確率も減るので大きな不利益が得点される。また仮に攻撃が成功し外敵の排除に成功すれば自身は死ぬが女王蜂の生存確率は高まるのである程度の利益が得点される。また攻撃しないで他の働き蜂が ステミの攻撃を行う戦略を採用した蜂の場合、他の蜂による攻撃により外敵が排除された場合、自身の生き残りと女王蜂の生存確率が高まるので最大の利益が得点される。しかし他の蜂の反撃が失敗した場合、自身の生き残りには成功するが、女王蜂の生存確率が低下するのでわずかな利益が得点される。つまり、ESS 理論によれば、 利己的行動を選択する個体が増えても集団に不利益が発生し、また利他的行動を選択する個体が増えても自身の不利益による集団内での損耗が発生するため、利己的行動を取る個体と利他的行動を取る個体は安定するという。また、社会集団を形成している生物では、各個体は無意識のうちにこれらの利益マトリックスに則り自身が 利己的行動か、利他的行動を取るかを選択していると論じている。結局のところ、各個体の利己的行動も、利他的行動も、その個体の属する群の利益ではなく、個々の遺伝子にとっての利己的行動であり、個体が遺伝子を反映して、それぞれの戦略を取った結果、その主全体の行動が決まっていくわけである。イ o オーイルソンは、 社会生物学をすべての生物の社会的行動の生物学的基礎の体系的な研究と位置づけた。しかし社会行動の研究すべてが社会生物学と呼ばれるわけではない。社会生物が扱うのはそのうち進化に関わる部分である。ウィルソンは動物行動学をはじめ生物の行動に関する研究は究極要因を解明する社会生物学と 神経行動学などの資金要因を解明する分野に二極化すると予測した。ここには動物だけでなく植物や微生物の行動、修正も含まれる。ウィルソンは社会を相互作用する動種個体の関係と定義したが、意思個体間の相互作用も研究対象である。また人も明確に研究範囲に含めたが、通常は人の行動の進化は 人間社会生物学、人間行動生態学、ヒューマンエソロジー、進化心理学など異なる分野として扱われる。現在では行動の分子的な基盤や資金メカニズムの解明と進化理論の統合の試みも進んでいる。社会生物学と行動生態学はほぼ同様の理論を用い生物の社会行動の進化を解明する。従って、 多くの場合この二つの分野は同じものとみなされる。しかし研究者によっては厳密に使い分けることがある。行動生態学という呼称は主にイギリスの生物学者に好まれた。社会生物学という呼称が社会進化論と混同されやすいこと、口述する社会生物学論争によってネガティブなイメージが定着したこと、ウィルソンの個人的な定義への反発などが、 原因であった。一方で、行動生態学を生態学的ではない側面も扱えるように、社会生物学と呼び換えるよう提唱されたこともある。リチャード・ドーキンスや W.D. ハミルトンはこの分野をエソロジーの一文化、機能的エソロジーと呼んだ。機能的とは、ニコティンバーゲンの用語で、進化的機能という意味である。ハミルトンが提唱した血縁選択説のルーツは、 ドナルド・フィッシャーと JBS ・ホールデンの示したアイデアまで遡ることができる。しかしハミルトンが理論的な枠組みを完成させたことで、この説は進化生物学に大きな転換をもたらした。本来はアリア8など社会性生物に関する理論だったが、ジョージ・ウィリアムスや E.O. ウイルソン、リチャード・ドーキンスらによってより幅広く、 様々な生物の社会性の進化に適応できる理論であることが示された。血縁等打説、ESS 理論などの考え方を一部の昆虫だけでなく様々な生物の形質に適応できる一般的な理論だと考え、さらに繊栄なスタイルで表現したのがリチャード・ドーキンスである。彼は1976年に発表した利己的な遺伝子や 延長された表現型などの著作でこの考え方を広めた。この考え方は遺伝子中心視点主義と呼ばれるようになった。自然選択の実質的な単位は、それが個体であれ群れであれ、たとえ何であっても常に利己的である。自己の適応度を高め、他者の適応度を低めるような性質を持っていなければ、自然選択によって排除されるためである。先の血縁等他説が、 明らかにしたのは自然選択で選ばれている実質的な単位は遺伝子だということである。遺伝子は細胞の機能を介して生物の形質を作り上げる。生物たちはその機能を持って競争し、競争に勝ったものだけがその子孫を残し、それが進化をもたらす。ドーキンスは遺伝子が自分の作った生物個体という名の生存機械を使ってサバイバルゲームを演じている。 と表現した。この論理は生物学だけでなく社会一般に大きな衝撃を持って迎えられた。その表現のスタイルはウィルソン、社会生物学の大胆な展望とともに激しい論争を引き起こした。特に利己的遺伝子という比喩表現は広く誤解を受けた。利己的遺伝子とは遺伝子が利己的な考えを持っているという意味ではなく、 また答えが常に自分勝手だという意味でもない。ただ単に自然選択の単位が遺伝子であることを表しているに過ぎない。1960年代から始まった社会生物学は急激にその論旨を展開していったが、現在では遺伝子中心視点主義は広く受け入れられている。このような新しい観点は動物の行動の研究にも全く新しい局面を切り開いた。 それまでの動物の行動に対する研究は、その修正が種の繁栄にとって、どのように役に立つかという観点から論じられ、同じ種であれば、どの個体も、基本的には、同じ行動を取るものと考えられてきた。しかし、血縁等打説が、同種の個体同士は、必ずしも協力しているのではなく、むしろ最も激しく生存競争をしている、競争相手であると示したことにより、 個体の行動が個々の個体にとってどのような意味があるかが考えられるようになった。例えば正等多説ではオスとメスではそれぞれに最適な戦略は違うのではないかといった分析がなされるようになった。そしてこれまで見逃されてきた多くの現象が明らかになってきた。大体戦術の存在ある種の蜂では地下でさなぎになり浮かして地上に出る。この時、 オスが先に浮かして地面に縄張りを作る。そしてその縄張り内から浮かしてきたメスバチと交尾する。ほとんどのメスバチは地下から出たところでオスバチに捕まる。しかし、夕バチの目を逃れるメスバチが少数ながら降り、彼女らは次に花を訪れる。そこには先の縄張り作りの競争に負け、縄張りを作れないオスバチがいて、彼らは花に縄張りを作っている。 つまり、地面に縄張りを作れない場合は、代わりに、メスの二番目の訪問先である花で縄張りを作るという代替作戦を持っているわけである。このように、ほとんど融通が効かないとされてきた、本能行動の中にも、主たる戦術が失敗した時の代替案が存在することが明らかになってきた。このような行動はそれまでは、例外やエラーとして無視されていたが、行動の意味を、 個体の視点から考えることで、例外ではなく有意義な行動であることが発見されたのである。新社会性の発見社会性動物の定義は、それまでは漠然としていた。しかし働き蜂のような生殖をしない階級の重要性が認められたことで、社会性昆虫に見られるような繁殖をしない階級の存在するものを、新社会性生物というようになった。 新社会性を生む仕組みの解明は、それ以外の新社会性動物発見への方向性を示し、アブラムシや哺乳類では、裸ではネズミ、甲殻類では鉄砲予備から、新社会性のものが発見された。コゴロシの発見インドに生息するハヌマンラングールという猿は、オスが多数のメスからなる群れを維持する。オスは成長すると群れを離れ、やがて力をつけると、 群れを持つオスと戦う。群れのオスを倒すと、その群れのメスと交尾をすることができるようになる。ところがこの群れオス交代の時に、新しいオスが群れのメスが育てている子供を殺すことが観察された。これはあまりにも衝撃的な行動であることから、当初は発見自体が疑問視されたが、同じようなハレム性を持つライオンでも、 同様の行動が観察されたことと、社会生物学が受容されたことによって、ようやく認知されるに至った。オスにとって、乗っ取った、直後の群れにいるのは、前の群れオスの子であって、血縁関係はない。しかも、子を育てている限りは、メスは発情しないので繁殖できない。ハヌマンラングールにおいて、オスが群れオスの地位を維持できる期間は短いので、前の群れオスの血を引く。 子供の一人立ちを気長に待つよりも、速やかに子を殺し、メスの発情を促す行為の方が適応的である。アメリカヒレアシシギのような性役割の逆転した生物では、メスも子殺しをする。語形的利他主義1971年に、ロバート・トリバースは、血縁関係のない個体間で、どのような時に利他的行動が進化するかを論じた。後に、 ゲーム理論が適用され洗練された。ロバート・アクセルロットやマーティン・ノバクにより政治学にも応用されている。親による子への投資、親子間の利害対立、兄弟間の利害対立、ロバート・トリバースは親の子育て行動を経済学の投資、利益、コストという概念を用いて説明できることを示した。親は自分の持つ有限資源を どのように自分の生存と子孫を残す努力へ振り分けるか常に判断を迫られている。つまり最も効率よく振り分けできた答えが反映する。親は獲得した餌を自分で食べるか子に与えるか自己の利益を最大化できる方を選ばなくてはならない。また子にとっては自分が親から与えられる子育ての労力は100%有意義であるが、 50%しか遺伝子を共有していない、兄弟たちへの子育ては、その半分の価値しか持たない。鳥類に多く見られる、兄による弟殺しは、兄弟間の対立であると同時に、親が予備として子を多めに産んで、第一子がうまく育ちそうなら弟を殺させるという、親子間の利害対立が原因だと考えられている。 性選択の再評価1980年代から1990年代にかけて概念的な理論であったランナウベイ説やハンディキャップ理論が ESS となり得ることが示されると同時にフィールドワークでも配偶者選考が実在することが確かめられ存在を長らく疑われてきた性選択の再評価が始まった選択の単位論総自然選択が働く単位は 何かという論争は1960年代以降、現在でも継続中である。社会生物学の処理論が提出される前は、自然選択の単位を区別することの重要性が、十分に理解されていなかった。集団遺伝学や社会生物学では、基本的に、自然選択を受けて増減する単位を遺伝子であると、みなすが、系統選択や種選択、 マルチレベル選択など遺伝子選択以外の理論も提唱されている。これらの発展を受けて、さらに過激な論理も登場している。以下に例を示す。社会生物学は1960年代に始まった若い学問分野であるが、わずか数十年で多くの研究者の議論対象に上り詰めた。一方で、近代国民国家時代のヒューマニズムに影響された。 性善説的な生物観に馴染んだ人々に一種の強い不快感を与えてきたのも事実である。特に動物の利他的行動を遺伝子の利己的戦略という見方から捉える視点は人道主義的な人間観、倫理観との間に齟齬をきたし、社会生物学論争と呼ばれる大論争にも発展した。昆虫や魚、鳥、哺乳類などの多くの動物の行動に対しては、 ある程度理論を裏付ける観察結果が得られている。一方で、人間のように行動の過疎性が大きく複雑な、社会を持つ動物の行動に対し、遺伝的な進化に焦点を当てたモデルを単純に適用することは難しい。そこで、リチャード・ドーキンスは、利己的な遺伝子の中で、文化的情報の自己複製子を意味するミームという新しい用語を作って、 文化的な進化の側面に注意を喚起し、また遺伝子とミー無双方の先制支配に抵抗する自由意志の重要性を指摘した。なお、批判の中に社会生物学という言葉を人間の社会生物学的研究と同一視するものもあるが、これは間違ったラベリングである。しかし、同時に人間でも子育てと小しや暴力、レイプなど人間の普遍的、 基本的、通り文化的な性質には、社会生物学は適応可能と考えられており、実際に理論を裏付ける観察結果がある、程度得られている。社会生物学が適応できないのは、人間の中の文化的な部分、可変的で、通文化的でも普遍的でもない部分である。また、社会生物学が脅かすとされた、人道は、一部の社会の一部の時代の、 言論の世界でしか通用せず、実際の人類の歴史記録を見ると、それとは違った人間のあり方が見えてくるが、そこではより社会生物学が予見する姿に近い行動をとっている。この分野をめぐって、欧米で行われた論争の経緯については、ウリカ・セイゲル・ストローレ、真理の擁護者たちが詳細にまとめている。社会学者である著者は、この論争の初期の現場にも立ち会い、 また論争の多くの当事者の文献をフォローし、インタビューを行ってこの本を書いた。論争の科学的側面はもちろん、その道徳的、政治的側面についても分析を加えており、多くの点でバランスの取れた紹介となっている。論争の当事者の一人である、イーオー・ウィルソンによる論争のまとめは、ラムズレント・ウィルソン、精神の起源について、第2章、社会生物学論争がある。 ここで、ウィルソンは、論争を2期に分けている。第1次社会生物学論争、E.O. ウィルソンの社会生物学の発刊がきっかけになって、ウィルソン VS 社会生物学研究集団の間に展開された社会生物学批判とそれに対する反論である。社会生物学研究集団は、 人民のための科学を標榜し、米、マサチューセッツ州ボストン周辺の学者たちが結成した。中心人物には、S.J. グールド、R. レオンテインなどがいた。グールドたちの批判は、社会生物学の主張が、人類への進化理論の安易な適応を招き、人種主義、性差別、優勢思想等を助長しかねないというものであった。これはイデオロギーあるいは政治的思惑、懸念が、 科学研究のあり方に介入した例として、しばしば、類先古論争と比較される。第二次社会生物学論争第二の論争は、外部の政治的集団から際立った干渉なく、その意味では、第一次論争とは大きく性格が異なる。人間行動の研究者たちが、社会生物学のプログラムに潜む、根本的な欠陥を見出したからである。メアリー・ミジリーなどは、 まだ検証されていないことがあるにしても、社会生物学には期待できると主張したのに対し、クリフォードギアツ、マーシャル・サーリンズなどは、人間は得意で豊かな文化を持ち、それらは遺伝的な形質に還元できるものとしては、分析できないと主張した。ウィルソンらの遺伝子、文化共振化という構想は、第二次社会生物学論争に応えるものとして出てきた。遺伝子、 文化共振化という構想は、現在では二重継承理論、二重相続理論として研究されている。その他の評価、批判所温在ンは、方法論的個人主義が社会生物学にも内在していると指摘している。日本では今西近時の構想に従って、世界に先駆けて霊長類の社会学的研究が進められてきた。特に20世紀後半では、 日本の霊長類学の再出発は、欧米の再出発より10年以上も早かった。日本の生物社会の研究は、今西金次が最初、野生馬社会の研究において適用した命名による個体識別を基礎としている。それにより、日本猿の血縁関係を長期にわたり記録することが可能となり、系統によって文化的能力に差が見られることまで発見された。 高等の猿の芋洗い行動や麦洗い行動は年齢や単位集団内の地位により学習速度が異なることのほか革新的行動を起こす家系までもが発見されたこのような発見は遺伝子中心主義に基づく研究が個体中心的な行動に偏っていたのに対し今西金次は群れ中心的な社会行動の伝承などを強調している日本の霊長類学は その後、アフリカや東南アジアの霊長類の研究にまで拡大されたが、文化や感情のコミュニケーションなどを排除しない研究に発展した。例えば、今後のワンパでボノボを研究した黒田末期は、個体間の食物分配に焦点を当て、豊かでダイナミックな社会関係が観察されることを明らかにした。日本の猿学と社会生物学あるいは、 行動生態学とは、主として、視点の違いであり、学問体系として矛盾するものではないが、社会生物学が、遺伝子の増殖という観点にこだわりすぎる結果、人間を含む、霊長類社会を理解する点で、偏った研究と情報を生み出していることに対しては、一般に批判的である。e o w i ルソンは、 遺伝子イコール文化共振化という概念により人間を含めた文化的活動を統合しようとしている。しかし、この文化はドーキンスがミームあるいは延長された表現型と呼んだものが典型となっており、類人猿特にチンパンジー族や人間の文化を十分捉えきれたものかどうか大きな疑問がある。特に生物的能力に支えられてはいるが、 文化固有の発展機構については全く考察されていない。ありがとうございます。